こんにちは、あきです。なんとこの動画は私が載せる400個目の動画らしいです。変わり映えもしない動画をよく400個も載せてきたなって思うわけなんですけれども、切りも良いし何か記念になるようなものって考えたんですよね。で、300回の時は私が持ってるカメラもう全部だったかな、全部か忘れちゃったけれど、なんか紹介をしたんですよね。で、あれってまあまたねやってもね、そんなにラインナップ変わってないし、しかも意外と大変なんですよねっていうことで、じゃあ今回は何をするかというと、私のメインカメラについてもう一回、どんなとこが好きなのとか、そういう話をしたいなと思います。私がメインで使っているのは富士フィルムの XE3 というミラーレス一眼カメラです。発売は2017年、なので7年前のカメラってことになりますね。センサーサイズは APS-C なので、フルサイズからはちょっと小さいセンサーを搭載しています。その他の仕様はざーっと書いておくんですけれども、今回はこのカメラについて私の好きな部分、あるいはちょっとなって思うような部分で、あとはまあどっちでもいいんだけどさみたいな感じに思う部分を紹介したいと思います。まず好きな部分っていうのはこれだけあります。 1,2,3,4,5,6,7,8 かな、まあなんか似たような項目もあるんじゃないって思うかもしれないけれど、まず好きなところから紹介していきたいです。まず一番好きなポイントは見た目なんです。見た目のどの辺って言われると、まずは四角いところです。なんでって思うかもしれないんだけれど、今世の中にあるミラーレス一眼カメラって、まあ、大きく分けると2つのパターンがあると思います。1つは XE3 みたいな四角い子なんだけど、どっちかっていうと一眼レフみたいにセンターにファインダーの、まあペンタブだよね、昔の一眼レフでいうところのペンタブみたいな出っ張りがあってっていうカメラがやっぱり数としてはすごい多いのかなと思います。まあペンタブとはねちょっと違う見た目をしてる子が多いと思うんだけれど、まあそこのねファインダーが出っ張ってるよっていうのがかなり多いですね。で、そのどっちがね使いやすい使いにくいっていうのは、まあ一旦置いておくとして、で、私はもう完全に好みの問題として四角いのが好きなんです。なぜなら私はもともとレンジファインダーのフィルムカメラから、まあ写真にね、ハマっていったようなところがあるので、っていうのもあり、やっぱ四角い方がいいなっていうのがあるんです。まあ四角いカメラってファインダーがね、なんて言ったらいいのかな、自分のね、使う側から見て左上にあるっていうのは、まあ利点もあって、私なんかは右目で覗くんですよね。で、そうすると鼻がカメラに当たらないっていうのはね、すごい私にとっては利点。やっぱりどうしてもセンターにファインダーがあったりするときは、まあ液晶とかにね、鼻が当たっちゃうなっていうのを気にして撮ってたりはするわけなんです。もちろんアイカップで話してとかいろいろあるんだけれど、まあ、少なくとも私の撮れ方の場合は鼻が当たってしまうっていうのがあったりもするから、まあ、やっぱりそういう意味でも四角くって左上にファインダーがあるっていうのはすごい良いんです。まあでもどっちかっていうと好みの問題がねかなり強いけれどね。そして同じく見た目的なところ、外見的なところで言うと少しだけクリップがあるんです、この子は。例えば同じ箱型のカメラで見てもらえればわかる、調べてもらえればわかるのだけれど、ソニーのね α7C とかあの辺はすごい大きなグリップがついてますよね。で、この XE3 はまあちょっとだけなんかゴム製の何かがはっつけてあるみたいなぐらいのささやかなグリップがあります。正直このグリップにどれだけの機能性があるかって言われるとあんまりないんですよね。まあないよりマシっていうぐらいでしかないです。で、そうなんだけれど、じゃあ大きいグリップのね α7C みたいなのがいいのかってなると、うん、まあそこはね好みの問題、やっぱり好みの問題で、私はあんまりその巨大なグリップってのが好まないんです。これもやっぱり昔のレンジファインダーのフィルムカメラが好きな人間なので、そういうのからするとまあグリップなんてなくてもいいのさぐらいの気持ちではあるんだよね。まあただないよりはある方がいろいろ持ちやすくもあるのでっていう、まあちょうどいいぐらいの
ちょっとしたグリップっていうのが私はこの子の好きな部分でもあるわけです。同じくあるのとないのとじゃ大違いっていう部分で言うとファインダーですね。やっぱりファインダーは私はあった方が好きです。なんでかっていうと晴れた日にすごい見やすいから。まあすごい見やすいっていうのはちょっと言い過ぎたなって感じもありますけれども、とはいえ背面の液晶だけよりはファインダーがあった方が圧倒的に見やすいです。次は完全に機能面だけなんだけれど、 AFMF の切り替えのレバーというかスイッチが前面にあります。これがね便利、これないと困っちゃうってぐらいに便利です。私は基本的にオールドレンズメインなので9割ぐらいはずっと MF のところになってます。じゃあいらないんじゃないと思うかもしれないんだけれど、でもたまに XF27 とかね、まあとかっていうかそれぐらいしか持ってないんだけれど、そういうオートフォーカスのレンズを使う時もあるわけです。そういう時はね、この前面のレバーすごい便利です。あの AFS、つまり、まあ、シングル、合わせたらそのままっていうモードと、コンティニュアスのね、ずっと追従するよっていうモードと、っていうのを、このレバーで切り替えられるっていうのも便利だし、例えば、XF27 と何かしらオールドレンズとかね、2本持ってくみたいな時にも、ここだけでオールドレンズに切り替えたら、じゃあ MF のところにカチッって合わせれば、ピーキングが出るよとかね、そういうのが、もうワンアクションでできるっていうのは、すごい便利だと思うんです。同じく機能面っていうところで言うと、必要十分な解像度を持ってるっていうところもあります。ここで言う解像度っていうのは、まあそのね、センサーのなんかいろんな性能とか抜きにして、シンプルに、その、画素数って言ったらいいのかな？画面のサイズっていうか、それだけの話です。例えば、1600万画素のカメラと比べてどうなの？って言われたら、まあよくわかんないなっていうのが私の感想ではあるんだよね。だから別に、なんだろうな、多くて嬉しいって思ってるわけでもないんだよ。だけど2000何百万画素ぐらいだから、まあ、多すぎるってこともないし、でトリミングもね一応できるぐらいだなって思う。まあ実用上ね、たまにその野鳥とかね撮ってトリミングとかすることもなくはないんだけれど、たまになんだけどね、なんだけれどあるから、そういう時にまあこのぐらい解像度があれば十分だなって実感できるぐらいの解像度画素数はあります。そしてこのカメラの良い場所、また外見に戻るんだけれど、軽い小さいっていうのはすごいあります。まあ、小さいっていうのはもっともっと小さいカメラは確かにあるんだけれど、センサーサイズがねちっちゃくなってくればねあるんだけれど、まあこのぐらいのサイズ感っていうのは私にとってはすごい持ちやすいです。重さも、まあ、バッテリーと SD カード込みでレンズなしで 330g ぐらいなので、まあ重くはないよね。このぐらいだったらね、絶対的な値としては軽い方だろうなと思います。ただグリップがしょぼい分持ってて疲れるよねとか、そういう意味ではちょっと重くなってもね、重く大きくなってもグリップある方が本当は疲れないんだよとか、そういうのはあると思うんですが、とはいえ絶対的な値っていうのはね、カバンに入れたりする時にも大きく効いてくるので、これはすごい便利な部分だろうなと思います。小型軽量ミニマリズムみたいに言ってるわけだからね。そして最後、身も蓋もない話ではあるんですけれども、これ私が買った時はすごい安かったんですよ。いくら6万円でお釣りが来るみたいな感じでね、なぜか新品が売ってて、まあ在庫処分みたいな感じだったんですよね。今はもうね、中古で買うしかなくって、まあ、だいたい数万円ぐらいで売ってるんだろうなとは思うんですよね。まあ、正直ね、壊れてなければ、まあいいんじゃないって思うような値段ではあるんだ。まあ、XE4 がね、十何万とかしてるのは、って思ってたけれど、まあ E3 はね、なんか古いっていうのもあって、まだね、なんとか耐えてるかな、みたいな感じの中古価格だったりもするので、まあ私はね、安かった時に買ったからっていうのはすごい利点の一つだなって思って使ってるのだけれど、まあ今もね、まだギリ常識的な価格かなみたいな感じで手に入るっていうのは一つ利点だと思います。さあここからはちょっとイマイチだなっていう部分について話したいと思います。正直この辺もね、好みの問題なんじゃないっていう部分はすごい大きいと思うんですが、まあ私がどう思ってるかっていうだけの話なのでっていう前提で聞いてください。
まず一つ目は、いろんな部品の耐久性が、しょぼいって思うことです。あのね、まあこれはね、正直言って、10万円しないカメラなわけなんだよね、定価でね、最初の新品でもね。なので、まあ何を求めとるんだって思うかもしれないんだけれど、とはいえね、やっぱ使ってて、あ、脆いなって思う部分はあります。例えば、前後のダイヤルがなかなか反応しなくなったりします。なんか私もこれ回してるんだけれど、認識してくれないみたいな時があって、でね、これね、修理出してるんだよ、1回か2回出してるんだよね。そういう時に確認もしてもらって、おかしいところは直してもらってるんだけれど、やっぱりまたね、しばらく使ってるとだんだんとダメになってくるんだよね。でもちろんあのね、さっきも言ったんだけれど、値段相応な部品だっていうのは分かってるんだけれど、やっぱ値段にはそれなりに理由があるんだなって思う部分はあるよね。あと背面のジョイスティックもね、やっぱちょっと反応が鈍くなったり、いやそっちに入れてないんだけどなみたいな方向に動いたりもしたりはするんだ。あと何よりボロボロになってきてるのは、まあ外装もそうなんだけれど、あのね、グリップのところのゴムが剥げるんだよ。なんでなんだろうね。わかんないけどさ、私別にそんなに重いレンズばっかりつけてるわけではないんだよ。まあ重いのかな。確かに 800g のとかつけたりもするけれど、まあでもさあ、やっぱね、だんだんとね、こうやってちょっと剥げてきたりするんだよね。剥げるっていうか、剥がれるっていうかね。そういう部品の耐久度的なところは、まあ、やっぱり値段なりなんだなって思わなくはないし、いくらそう思ったところで、やっぱ壊れてきてるなっていうのは、不満っていうか、そうだね、気になるなってなっちゃう部分ではあるんだよ。で、次はね、これ XE3 だけじゃない、富士フィルム大体こうだよみたいなのを見かけた気もするけれど、ツイッターでね、見たような気もするのだけれど、あのね、EVF と液晶で見える絵が全然違うんだよ。なんでわかんないんだけれど、なんかね、EVF で見ていいなって思って、液晶でなんか違うなってなったりもするし、逆にね、液晶で撮って、あ、いいじゃんって思ったのを EVF で確認すると、なんか暗いぞとか、なんか違うぞみたいな感じになることがあって、で、もちろんね、帰ってパソコンで見たら、パソコンはね、パソコンでまたね、画面の設定が違うわけだから、まあ、それはね、仕方ないよと思うんだよ。まあ、スマホとか、パソコンとかね、その辺は画面次第ではあると思うんだけれど、同じカメラの中でさ、EVF と液晶で違うのはなんかじゃないって思ったりするんだ。まあミラーレスなんてそんなもんだよとかね、まあ他社だってそうだよってなるかもしれないんだけれど、まあ仮にそうだとしても、やっぱり不満点は不満点なわけだよ。で、こっから先は、まあ、不満点ってほどではないんだけれど、個人的には、これあったらいいなって思うような部分のお話。まず一つ目は、ISO感度のダイヤルがないのは寂しいなって思ったりはするが、まあ、それつけたら大きくなるじゃんっていうのは、プロ3とか見てればそうなのかもしれないんだけれど、この子はね、ISO感度のダイヤルがなくって、私はもうフロントのダイヤルをそれに割り当ててしまっているので、まああるっちゃあるようなもんなんだけれど、まあでもやっぱりね、何でもこう目視で確認したい人間としては、ISO ダイヤルあったら嬉しかったなぁとは思うんだよね。そして動画機能は一応ついてます。でもまあ一応って感じだよね。まあ撮れるだけいいでしょみたいな感じの動画機能がついてます。まあ、フル HD でね、60fps で撮れるから、まあ、いいんじゃないっていう気もするんだけれど、写真も動画も撮りたいよ、まあ、しっかり撮りたいよっていう人にとっては足りないなって思うポイントだと思うんだよね。まあ、そういう人がさ、このカメラ選ぶのかって言ったらそんなことはないと思うんだけれど、まあ、そこはね、動画も欲しいよって人には、ちょっとマイナスだなって思うポイントかもしれませんね。最後の二つも、まあ、最近のカメラだったらついてるのにってなりがちな機能ではあるよね。例えば、X106 とかにも、手ブレ補正が入ってるわけだから、まあ E3 の大きさだって入るんじゃないってなるんだけれど、まあやっぱそこはね、古いカメラなので入ってませんっていうのと、液晶はチルトもしないし、バリアングルでもないしっていう完全固定ですよっていうところだね。まあ正直ね、私もこの二つはあったら便利だよなって思うよ。あったら便利だよなと思うんだけれど、まあないならないなりにって感じだし、まあね、それは最新じゃないんだから仕方ないじゃないって思う部分ではある。最後に写真の写り的なところで2つ。まずフィルムシミュレーションは私は好きです。で、これはね、別にフィルムを再現しているからとか、エモいとかそういう話ではないです。
XE3 のフィルムシミュレーションってちょっと世代が古いので、例えばクラシックネガとかノスタルジックネガとかその辺は入ってないわけなんですよね。あとエテルナとかね、ブリーチバイパスとか、例えば一番癖が強いのっていうとベルビアなんかが極彩色で超高彩度みたいな感じだったり、あるいはクラシッククロームが低彩度でなんか色が転んでたりみたいなのがあって、とはいえその程度なんです。まあ皆様もし詳しい方いたらわかると思うし、そうじゃない方もねこうやって並べてみるとわかると思うんだけれど、じゃあどれが何のフィルムシミュレーションですかって言われても、撮った本人ですらよく覚えてないってなるぐらい、そんなにものすごく癖が強いってことはないんですよね。何と比べてるかっていうと、私の場合はニコンのカメラも一応持ってはいるので、それで使えるクリエイティブピクチャーコントロールだったかな、あれと比べると本当にフィルムシミュレーションの方が癖は少ないんです。あのね、クリエイティブなんたらやらは本当に適用度 100% だとなんじゃこりゃってなるようなフィルター効果みたいな感じなんだよね。そうなんだけれど、フィルムシミュレーション特に XE3 に入ってる世代くらいのやつは、まあ何も考えずに撮っても大体のものに合うみたいなね、そういう汎用性の高さがすごいあるんです。だから例えばいろんなね設定を追い込みたいっていう人じゃない私、なんか変な言い方になったけれど、もうカメラのね標準の設定そのままでお任せですみたいな感じの人間にとってはすごい楽なんです。シャドウもいじらない、ハイライトもいじらない、カラーもいじらない、ホワイトバランスは晴れこてみたいな感じの、そんなズボラ人間には本当にねすごいありがたい癖の少なさなんですよね。そして写りという意味ではセンサーサイズも大事ですよね。この回IPS-C で、まあ写りに大事って言ってるのは、別にダイナミックレンジがとか、その何解像感がとか、あと何よくわかんないけど、なんかがフルサイズの方がいいよとか、そういう話ではなくって、単純に画角に直結しますよね。例えば 50mm のレンズを使った時に 75mm 相当の画角になるとか、まあ望遠側にどんどん行くわけなんだよね。でそれがもちろん利点だって思う方もいると思うんだ。あの野鳥とか撮る方はね、なるべくまあ画角は狭い方がいいっていう方もいるわけだから、まあ 1.5 倍クロップされるっていうのはね、そういう利点もありつつも、あるいは広角で撮りたい人にとっては、例えばそうだな、 16mm のレンズつけたって 24mm にしかならないとかね、そういうデメリットもあるわけなんだよ。なんだけれど、私って基本的に長い方が好きだったりするから、私にとってはここは全然デメリットにはなってないです。ただ画角的なところはまあね、長めになる分には別にいいやっていうのはあるんだけれど、私オールドレンズ好きなんですよね。でそういうオールドレンズの中でもちょっとおかしな写りをすることかも好きなんだよね。例えば背景がぐるぐる回ってボケるみたいなのとかね、ちょっとシューサーまみれみたいなのとかも、まあ個性があって好きだなって思ったりはするんだけれど、やっぱりそれはね、フルサイズの方が、まあ周辺まであるからね。で、周辺ってやっぱり一番癖が出やすい部分ではあるので、そういう時はフルサイズ欲しいなって思わなくはないよ。ただ現実的に今のフルサイズって、で、まあ、お高くもなるし、お高いものもあるし、まあ、お安いのもなくはないよね。Z5 とかね、まだ、まあ、まだギリ手が届くのでは、みたいな感じの、フルサイズもなくはないんだけれど、見た目が気に入らないとかね。あるいはちょっと大きい重いとか、そういうのもあるので、そういう意味では、現実的にはね、まあ、APS-C だけど、まあね、別にいっかなみたいな感じで使ってます。でこれがね、フォーサーズ、マイクロフォーサーズみたいになってくると、さすがにちょっと画角が長めになりすぎかな、狭くなりすぎかなみたいな感じはあるので、まあ APS-C はね、その辺はちょうどいいバランスなんじゃないのかなって思って使ってます。それはそれとして、どっかの会社さんはレンジファインダー型のフルサイズ出してくれませんかね、お安く。ということで、今回は400回記念ってことで、私のメインカメラ、富士フィルムの XE3 について延々と語ってきました。このカメラを単純に一言で言うんだったら、いいカメラです。何がいいカメラかっていうと、私の好みに合ってるって意味でいいカメラです。だから皆様の好みに合うかどうかはわかりません。でも私は好きです。なのでおすすめします。皆様に合うかどうかはわからないんだけれど、おすすめのカメラです。そのくらいね、この富士の XE3 っていうカメラは、なんかちょうどいいところをついてるカメラだったんです。だから富士
ジフィルムはね、これからもね、どうなるのかな、わからないんだけれど、まあこれからもね、こういうカメラがどん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 いろんな会社からでもいいんだよ、出てきてくれたら嬉しいなと私は思っております。そしてだんだんとあちこち外装が特に壊れ始めている子ではあるんだけれど、でも機能的にはまだまだ元気だし、修理もまだギリギリ受け付けてくれているみたいなので、まあ修理がね、可能な間はこの子を使っていきたいなと思います。これからも XE3 で撮った写真をどん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 動画で載せていきますので、これからも、まあ、500回、600回、700回、800回、900回、1000回行くかな？どうだろうね？わかんないけれど、どん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 長くね、楽しめたらいいなって私も思っているので、これからも末長くお付き合いいただけると嬉しいです。ではまた別な動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。